方はあれやったら、ちょっと簡単に。で、もう一個の方、初っ端に入れていただいて。京都へおいでやす、どうみさぎょうとあっきです。はい、本日は北区の白梅町に来てるんですけども、はい、ちょっと前ね、車でブラブラしてましたらね、気になるお店が現れまして、なんかね、韓国料理の人気店なんだけど、そこで食べ放題のなんかね、ランチがいただけるみたいで、なんか選んだら、なんかいろんなものが食べ放題になるというお店なんですけども、はい、ちょっと今からそちらのお店発見にしていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしたら行ってくるぜ、ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー、行ってきます。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインに、たまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。そしたら今日は京都白梅町、あちら西大路の白梅町です。はい、ほんで駐車場は前に定型の駐車場があって、ここ止めたら1時間無料らしいです。はい、ほんで今日行くお店がこちら、辛いのとかも多分あると思うんやけど、ここですね、カンカラデリ白梅町、大好きな韓国料理ですよ。夜は焼肉とかもあるみたいで、はい、今日はランチ、ランチですよ。これですよ、ランチ限定食べ放題、いいでしょ、食べ放題ビュッフェ、こんだけ食べ放題ですよ。ほんでこの中からなんか選べるみたいで、かなりお値打ちじゃないですかこれ。これはお値打ちですよ。チヂミ、トッポギ、チャプチェ、ナムル、キムチ、チョレギサラダ、白米、玄米、ビビンバセット、これが食べ放題ですね。メインは辛そうなもん結構あるよ、考えます、行ってきます。これがほんまお値打ちやね、これビュッフェ付き、しかもこれね辛さも選べるね、これヤバ辛、ヤバ辛、どれ行こうかな、すんどく誰か辛さ選べるの、まあ、普通の安いのでな、僕この豚肉すんどく、はい、そのヤバ辛ってむっちゃ辛いかな、めっちゃ辛いです、むっちゃ辛い、むっちゃ辛い、ほらとりあえずそれしてください、ヤバ辛、はい、元が辛いです、10分くらいビュッフェ、そっちの方はあれやったらちょっと簡単にして、でもう一個の方、初っ端に入れていただいて、はい、商品内容適当に入れていくわ、すごいね、これキムチ、いろんなキムチ、ほんでこれビビンバセット、はい、ほんでこれがあのチヂミにチャプチェ、ほんで今日は玄米、すごい食べ放題でしょこれ、これ値打ちあるね、今日は豚なんでね、千何本ですよ、これは安いわ、と気になってたお店なんですよね、もう前から食べ放題でこの料金はちょっと安すぎます、もうオープン同時ですけど、満席、満席、楽しみですね、今日はヤバから一番からの注文しました、はい、食らっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。こんな感じで単品メニューもあります、はい、たくさんね、サムギョプサルも行きますね、焼肉タンクセット、いろんなありますね、来たよ、豚肉、生卵よかったら先手に入れてください、生卵来ましたよ、ヤバ辛の豚肉のスンドゥブ、こんな豪華な食べ放題がついて安いじゃないですかこれ、最後はビビンバも
楽しんでいこうと思いますけど、わあ、グツグツですね。ヤバカレです。どんだけヤバいんか知らんけど、これを中に入れるそうです。じゃあ生卵を入れます。ほら、うまそうじゃないですか。じゃあ食らっていくよ。そしたらスンドゥブの前にこいつたちから行くか。キムチ、ミンチもある、チャプチェもあるし、ちょっとこの辺から行くわ。これは値打ちですよ。はい、じゃあキムチから行っておきます。食べ放題です。本場キムチですね。酸っぱくなくて美味しいわ。うん、漬け方が浅いキムチだからさっぱりしてて、何もでも食いたい。チヂミちゃんも行くよ。チヂミちゃん、はい、ちょっと冷えてますけどね、パリパリした、はい、香ばしいチヂミです。じゃあまずチャプチェ、これが大好物なんですね。これチャプチェ行くぞ。コバキューム、うまっ。このチャプチェうまー。チャプチェを包む油のコーティングがめちゃくちゃうまい。米に合うよ。麺もうまっ。麺は大好物。最後ビビンバしますから。じゃあヤバカラのスンドゥブいきます。豚肉です。豚肉でもええな、これ安いしね。ヤバカラですよ。貝やらも入ってますよ。豆腐も大量やな、これ大量に入ってる。こんないっぱい豆腐入ってるスンドゥブ久しぶりやな、これ。じゃあ行きますよ、激辛スンドゥブ。激辛ちゃう、ヤバカラ。うまいわ。俺にはヤバカラレベルでは効かない。うまい。やっぱこれぐらいの辛さないとうまないで、うん、いいね。豆腐も大量でヘルシーだし、このヤバカラはマジで効きません。このスンドゥブかなり味付けも優しい味で結構マイルドですね。俺的にはもうちょっとガッツリ濃い系が好きなんですけど、はい、玄米には合うね、これ。ビビンバ作っていきます。そしたらビビンバセット作っていくよ。豪華版作っていくからね。豪華、自分で作る豪華ビビンバ、これはネウちゃんで、ほんまネウちゃん。これはいいね。これはいいよ、これ。これ生卵をスンドゥブに入れるよりビビンバに卵黄だけのしたらうまいかもしれんね。これスンドゥブに入れても固まらんわ、これ。ミンチも乗せて豪華版です。チャプチェも乗せて、このタレですね、ビビンバのタレを。できましたよ、アッキー流豪華版ビビンバです。こんなビビンバが食べ放題、これはいいじゃないですか。
はい、もうこれだけでも贅沢ですね。はい、食らっていきます。贅沢ビビンバでしょ。もうこれで腹ぶれそうですけどね。いただきます。これはうまいわ。タレも結構甘いですけど米に合うわ。全部もう具だくさんでいいっすよこれほんま。これ卵混ぜたらね、さらに辛みが消えそうなんでね、これもこっちに移します。こっちに移します。これは贅沢。卵を移します。うまこれはやばい。何も辛ない。腹いっぱいだったわ。いやこれも美味しいですよ。ほんまこれだけいろんなもの食べれて、ね、いや美味しかった。お腹いっぱい。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。ごちそうさまでした。美味しかった。はい、ということでごちそうさまでした。今日は食べ放題のついた気になる韓国料理のお店行ってきましたけど、いやボリューム満点でお値打ちでしたね。ただちょっと味付けが全体的に甘口なんで、はい、あのヤバ辛がもっと辛くしてほしかったですね。はい、まあでもこういう形で美味しい本格的な韓国料理のお店がありますんで、皆さんよかったら食べに来てみていただいたらいかがでしょうか。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様愛してます。ありがとうございました。体ぷかぷかぬくもりました。はい、美味しかったです。ありがとうございました。